演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら、すみませんね、なんかアルギニン5000というサプリメントを飲んでみたいと思います。なんかこっちが L アルギニン5000プラスって書いてあって、こっちにはアルギニン5000、そして下の方に C で始まる何かが書いてある。ちゃんと覚えとけよって話なんですけど、なんというのか分かりませんが、今日は多分一杯分になっているだろう、こちらを飲みたいと思います。もう一方の方は一杯じゃないのかな、気になるけど、まあとりあえず飲んでみましょう。はい、あーもう切り方悪いのか、出が悪い、こういうのイラッとくるな。まあ自分の責任なんですけどね、それもまた。ではお水を入れて、だいたいコップ一杯分、200ぐらいかな。なんか桃みたいな色になってきましたね。これがエルカルニチンの色なのかな。振ります。振って、はい、振り終わりました。桃ってよりピンクグレープフルーツみたいな色になりましたね。なんかこういうサプリメントとかってグレープフルーツ味多いので、これもそうなのかな。はい、色はこんな感じです。では飲んでみます。うわぁ、やっぱり桃だけあって甘いのかな。これはすごいわ。味はピンクグレープフルーツとはちょっと違いましたね。いわゆる苦味がないんですよね。そして酸味もあんまりなくて、むしろ甘い、やっぱり桃の味なのかなと思えるような味でした。甘めのサプリメントって効果あるのかなとちょっと疑問に思うのですが、もし効果があるのであれば嬉しいですね。飲みやすいサプリメントですので、どうか飲んでみてはいかがでしょうか。というわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは冬バラと死を告げる日や安らかに、棺の中は冬バラで満たされているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。